日本歴史総書とは、吉川博文館の発行する日本史専門の総書。日本史研究における重要なテーマに関して、それぞれの専門家が一般の読者向けに解説したもの。1963年より刊行されている。編集は日本歴史学会が担当している。その内容は、通史、古代、中世、近世、近現代、文化の6つに対別される。 同じ吉川博文館が観光する、姉妹編的な総書としては、人物総書、ユーラシア歴史総書がある。豊田武史、武士団と、尊楽、高橋富夫、江戸長島福太郎、奈良蘇我部静雄、日中律両論、谷口澄夫、岡山藩、山脇定次郎、長崎の唐人貿易、石原道博、和光子美、 都市や、演技式、木村石津江、近世の新田村、佐々木ギニア、松園の商業、和島義雄、中世の儒学、平尾道夫、土佐藩、小木の奈彦、印象、儒学文明、日本の神、伊地知鉄レンガの世界、新見義春、旗本、落合重信、上里生、新城常蔵、鎌倉時代の交通、竹内秀夫、天馬宮、八幡一郎、 日本文化の明の、福島正夫、地祖改正、下出積もるとも、新鮮思想、小林強志、肖像彫刻、田波広志、古代の交通、藤岡健次郎、国府、荒井英治、金星の漁村、坂本太郎、六国史大野達之助、長代の浄土教、水野優、古代の出雲桑田忠地下、桃山時代の女性、林秀夫、はかり座、 吉永明、金世の専売制度、村山修一、本寺一着、斉藤忠日本考古学史、宮城英章、琉球の歴史、川口久夫、平安町の漢文学、中野畑吉、佐久、藤田里氏、天保の改革、山本博文、漢英時代、沼田次郎、洋学、新野直吉、古代東北の平乱、武者の工事長、絵巻の歴史、 斉藤昭一、庄内藩、河村広忠、国江津、原田勝正、日本の鉄道、吉田根岸、安政の大国、森山、持長、日韓平合、三宅淳、熊野主権、元木麻生、武士の成立、宮島真一、昭蔵、松尾正人、石井政権、北島、町、豊富秀吉の朝鮮侵略、滝沢武、日本の貨幣の歴史、 村、瀬真一、帝国議会改革論、菊池久、金星の基金、ん、泉谷康、幸福寺、奈、原、ケに、昭園、二木県一、中西部、の作法。古川隆久、戦時議会、長住洋子、衆院選、深谷勝美、津藩、三谷博士、ペリー来航、長谷川誠一、広崎藩、塩崎弘明、日本と国際連合、 丸山康成、三勤交代、富士の保つ、佐賀半後のいたかし、キリシタンの文化、松本志郎、城下町、三宅商船、幕張戦争六進一、開国と条約締結。ありがとうございます。